図書館機構長の藤井と申します。大変たくさんの方が集まっていただき感謝をしております。で、本日は、京都大学図書館機構の平成21年度の第2回の講演会ということで、この人館の大きな講義室をお借りして開催することができました。まず人館の方々に感謝をし出したいというふうに思います。で、本日の講演会は、先ほどもご紹介ありましたように、次世代オーパックを考えるというテーマで、それを目録情報というものの観点から、このオーパックを次世代オーパックを考えてみようというのが、今回の取り組みの主たる目的かと思います。私は文学部の研究者なんですが、オーパックっていうのがようやく使いこなせるようになったところでして、次世代に行くと一体どうなるのか、多少不安もなきにしもあらずですが、ぜひ、今回目録情報というふうに限定してくださった中には、その得られる情報の質がきっと一層良くなるんだろうというふうに思い、期待をしております。で、本日は、渡辺貴博先生に、次世代オーパックとこれからの目録情報という題しまして、基調講演をいただくことになっております。またその後、清田洋二先生に知識体系の新たな融合ということで講演をいただき、もう一つ、田辺公介先生に次世代オーパックの実装への取り組みという講演をいただくことになっていると聞いています。で、かなりこの3つだけでも相当盛りだくさんだなというふうに思いますが、その後パネルディスカッションをされる、そういう計画をしておりますので、少し長時間にわたりますが、参加された方々、ぜひ、積極的に最後のパネルディスカッションにはご参加いただきたいというふうに思います。で、講師に来ていただいた3人の先生方には、この場を借りてお礼を申しておきたいと思います。それから付け加え、最後になりましたけれども、国立大学図書館協会の、近畿地区協会がこの講演会の共催をしてくださっておりますし、もう協賛としては、大学図書館近畿イニシアティブの組織が協賛をしてくださっております。そういう形でこの会が企画され、実現したということもご紹介をさせていただきたいと思います。どうぞ、豊かな情報を得て、帰っていただけると、私たちは大変、豊かな気持ちになれるんではないかというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。